グレートスラッシュ。おお、乗車券入れよう。壊れた器。オッケーオッケー。何これ、当事者の翼。あ、二段ジャンプができるようになった。一回ベンチに座って、ほい、金のマーカー打っとくか。はい。で、さっきのところ上が行けるようになったんだよね。ここ道ある？ないけど、まあでもなんかありそうだよね。うわ、いけない。あ、こうやっていくのか。うわ、なんてトリッキーな生き方をしなきゃいけないんだ、これは。うわ、うまい。あ、なるほどね。あぶね。本物だよな。いや、なんかもうさ、この幼虫をさ、攻撃するときさ、攻撃って助けるときさ、もう毎回本物だよねってちょっと思わないとさ、なんか考えちゃうよね。本物だよねって。なんか偽物、まさか偽物がいると思わないよね。いや、これ強くない？よし。じゃあどこに行こっか。ここもクリアして、で、二段ジャンプで上に行くところがあるんだよね。あ、で、ここが行けるようになるんじゃない？王宮の跡地。違う。あ、こう、そう、ここが、ほら、行けるようになるね。よし。ここなんでしょう。王宮の跡地。うわ、なんかラスボス感漂う道のり。うわー、これは敵だ。倒さなきゃいけないんだ、これは。あー、でも左にもなんかあるね。先こっち行く？先こっち行こっか。あれ？隠された駅？ジオ。あー、足りない、足りない、足りない。クソ、ジオ必要じゃん。ちょっとジオ稼いでくるわ。これは何でしょう。親愛や、親愛なる王よ、あなたはどこへ。まあでもジオよりもまずはここか。あれ、白い鎧に包んだ、身を包んだ死体だ。それ、あれ、特に何が起こるわけでもない。マジ？え？てっきりバトルが始まると思ったんだが。いやー、ジオがないなー。300もどこで稼ごう。300貯まったぞ。ビューン。いやー、早い。いいね。わあ、すごい早い。入れるよ。やったー、これですごい行き来がしやすくなる。来た来た。はい、こっちにもなんかありそうじゃない？あ、すごい、ここにも、ここでも乗れる、乗れる、乗れるじゃない、休める。わ、いいね。ちょっと待って、話しかけよう。お、お前さんが持っているその乗車券、そいつはあのおぞましい機械に乗るためのものじゃないか。まさかあんなグロテスクなからくりを利用しようなんて考えているわけじゃあるまいなと。出た出た、あの文明の利器が発展して仕事が取られちゃう人だ。まあ、なんだけど移動してくれないじゃん、あなた。なので、こっ、あ、もうこれいらないね。こっから右にも行けるんだよ。でもこの駅が出てきたことによって、ここはすぐに行けるようになったので、あ、ここ行けそうじゃない？王の駅の右に行ってみましょう。よーし。いや、いろいろ行くところがあるね。よし。さーて、二段ジャンプを手に入れたので、あ、と思ったけど、ちょっとチャームを増やしたいから、安息の地？違うか、女王の駅に移動して、
ちょっとね、お金を引き出してきます。確か女王の駅だったよね。あ、違う。あ、待って。これもしかして、下かんだ。これもしかして。やったー、いけるようになってる。やっぱそうだよね。え、そして、かわいい。かわいい。ハローネストの紋章。え、そんだけ？あ、待って待って。上にいる状態でお話聞きたいな。うん、おいしい。いや、かわいい。あれ？かわいいぞ。かわいいぞ。で、ここじゃなかった。もう一個上か。あ、ここか。いや、マジ二段ジャンプ便利。強い。あれ？あれ？あれ？お金を預けたらそのまま持ってかれた？え？逃げられた。あ、え？うわ、逃げられた。え？ガチのお金を預けるとこだと思ったんだけどな。え？騙された。え？何この看板、ムカつく。え？もう次やったらもうね、もう動画だったら編集でピー入れるけどね、これ配信だからもう言わないけどね。もうあれだよ、ちょっと何語か忘れたけどね、マジフィーぶっ殺す。本当にどっかの言葉だね。だとね、今のは素晴らしいって意味だからね、ちょっと勘違いしないでくださいね、ほんと。ちょっとじゃあ、ジオ稼ぎしないといけないじゃん、また。うわ、めんどくせえ。ジオ稼ぎがめんどくさいから、もう王の駅行っちゃおうか。よし、行っちゃおう。もうめんどくさいからね。チャームはまあなくてもね、勝てるよ。勝てる勝てる。いやー、マジショックなんだけど。結構預けたからね。ここの？この上とか？合ってるね。よし。ここはね、多分まだ行ってないとこだね。二段ジャンプがなかったから。多分行ってないとこで合ってると思う。うん。あ、ここはなんか通れないですね。うわぁ、ブラボー、ブラボーって聞こえるの俺だけ？なんかブラボー、ブラボーって聞こえるんですよね。すごいこれ。このジャンプ。このジャンプの、二段ジャンプ手に入れてからもうすごい。自由、いろんなとこ行ける。待って待って、まずいまずい。うわ、タイル回復するの忘れてた。うわ、いるね。ていうかこれ、こっから倒せない？無理か。あ、いけるね。先に倒しとこう、これ。こいつ。もうずるいね、これ。よし、倒した、倒した。え、これずるじゃん。すごい、ずるした、ずるした。結構、ずるしたね、今、これ。あ、ここか？違うか。よし。あれ？何が外れたんだろうね、今。お、ここで開くのか。上にも行ける。上に行こうか、先。いや、待って。強いわ。ちょっと一旦逃げよう。あ、なるほど。こいつ倒そう。よし。ああ、左にも行けるのか。あ、さすがにこれじゃ倒せないか。ちょっと左行こう、早く。いやー、なるほどね。うわ、上にもあるな。あ、ここなんかあの、おじいさんいそう。あ、いなかった。あ、つながった。よし。痛い。
で、ここ上に行くか、どっちの上に行くかだね。先に右の上に行きたい。どの道上に行く方法はこれしかないのか。で、右に行くか左に行くかか。右に行こうか。あれ、ここありそうなんだけどないね。うわー、嫌なやついるな。こっちの方が強いのかな、威力わかんないよね。あ、本物？本物か。あ、なんかもう死んでる。あ、死んでるってか、さっき俺がやっつけたのか。じゃあ今度は左の上に行きましょうか。こっちだね。はい。こっちは？こっちは特に何もなさそう。ん？え？なんか燃えてる。落ちてきそうじゃない？これ。怖っ、これ。ちょっと念のため、ドア作っとくか。使うかわかんないけど。あ！よし。絶対落ちてくるよね、これ。大丈夫？これ。ほら、やっぱなんか閉じ込められたよ。強い殻。光あふれる。光あふれる。守れ封印を。守れ封印を。うわー、来た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 。うわおう。うわお、そういう、そう来る？痛い痛い痛い。まあ回復しながらね。いや、これつ、待って2体も来る。2体も来るのはずるくないか。ちょっと待って、2体も来るのはね、聞いてないわ。ちょっとこれダメージ覚悟で。くっそ待って、これは強い。これは待って、逃げなきゃ。うーわ、待って待って、これはどうすれば勝てる？よし。さあ、勝負だ勝負だ。来るから、ここでもう回復しとく。で、もうダメージを与えつつ。いや、これ強いんだよな。ジャンプするかどうかを見極めなきゃいけないんだよ、これ。ジャンプしたらこう。で、いや、強いのよ、それ。もうあいつはね、無視無視。まずこっちを先に倒そう。こっち優先なんだけど、それがむずいんだよね。よし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 。もうこれ強すぎ。いや、これ強くない？やばいやばいやばい。いや、痛い痛い痛い。いや、でも全然。うわわわわ。いい。いい。うわ。ちょっと待って。これは、あー、やーやーや。お、倒した、一体。倒したっぽい。待って、倒したけど。倒したけど、待ってよ。これはちょっと、やばい。やばい、足りない。うーわ、待って、これ殻の数分来るじゃん。これちょっと倒せる？このうーわ、いや、食らうか。うーわ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 ーうわ、惜しい。うーわ、くそ。いや、もうあとこの2匹だけだったよ、多分。いやー、ちょっとごめん、もう一回やっていい？いや
やー、今のはいけたなー。いや、今のはいけたなー。かー、あと2匹だった気がすんだよなー。はぁ、あ、次ラストね。よし、まあ初手これを食らわせようか。これはね、よし、2回当てた方が強いのかどうか分かんないよね。これ2回当てた方が強いのか、それとも四角の長押しを当てた方が強いのかがね、分かんないんで。よしよしよし、ここでちょっと回復しよう。痛いけどここは回復を専念。よしよしよし、いいぞいいぞ。もう勝ち方分かってきたからね。これあ届かない。よし、これ入ったのでかい。いって、いやもう2回2人ともこれを食らわせる。よしよしよし、あと1体あとこいつだけか。よっしゃ、怠慢しようじゃないか。もう絶対勝つよ。もう万全な回復体制取るから俺。よし、これは勝ったでしょ。ちょっと回復しとこ、怖いから。よし、勝った、これは勝った。いやー、危なかったー。何もない？何もないね。よし。いやー、ギリギリ勝てたね。間違えたね。で、ここの上に何かあるの？と思ったけど、今つけてないのか。チャームをね。まあ上に行きましょうか。上は？何があるのかな？え、怖い。あ、なんかある。あ、いっぱいあるね。ハローネストの紋章、これはまあ別にいらないかな。うわ、金いっぱい。わ、助かる。詐欺られたばっかりだからね、めっちゃ助かるわ。で、問題はこの上が何かだね。いやー、どここれ。こっちが壁ね。はいはい。で、こっちはこれなんだろう。えい、これ以上見られない。何が見られないんだろう。さあ、すごい上に登っていくね。あれ、今なんか、あれ、これもしかして、待って待って、めっちゃ最終ボスじゃないここ。大丈夫これ。これ何、調べる、あ、覗けるの。なんか虫がいる。ん、虫が飛んでるだけ、虫が飛んでるだけだけどな。特に何があるわけでもないけど。うん。何があるわけでもないね。うわぁ、なるほどね。わぁ、なんかいる。倒すけど。うわぁ、そういうことか。ついにボス来たか。ボスというか、封印解く。これ戦うんだっけ？戦わないんだっけ？どっちか忘れちゃった。はい、調べよう。大豆の上で眠る者がいる。よし、これ戦うんだっけ？ここだね。
よし。これで封印のね、2個目が解けるはず。よし、2つ目解けたので、うわ、よりなんか汚染された空気が出てくるね。よし、セーブされて、ここは特にもう何もなくなった感じかな。覗いてみる？特に変わった様子ないけどな。じゃあ、まあそんな感じで戻りますか。